ヤガチャガチャンネル。さあというわけでございまして、裁判が始まっていくわけでございます。車検事ってあの、いや、それがどうもその2代目らしいよ。2代目、ひどいやつだったよね、カルマケンジ。自分が勝つためならどんな卑怯な手だって。完璧という言葉に異常にこだわる男。記録上は40年間完全に無敗。有罪判決の裏で一体どんな汚い手が使われたことか。ね、怖。二代目か。一体どんなやつなんだろう。目つき悪いかな。もうダメだ。あ、これハミちゃんか。これハミちゃんだ。切った。迷い様。ハミちゃん。よく来てくれたね。ありがとう。だって私もう心配で。あれ、おば様は一緒じゃないの？お母様は修験者たちを見ています。2日続けて修行をお休みすることはできないって。え、じゃあ一人で？はい、お屋敷を抜け出して地図を見ながら。強い子だ。もしかして歩いてきたの？まさか。もちろん走ってきました。強い子だ。それは電車で2時間かかるんだぞ。ハミちゃん、あの電車は？はい、電車ですか？ハミちゃん、ダメだこれ。外出ちゃダメだよ。そろそろお時間ですね。そんな知識で。怖いな、カルマケンジ。何するか分かんないもん。私やっぱりミツルギケンジが良かったよ。ミツルギケンジさんってどなたですか？ね、なるほどくんのライバル。でも親友なの。いや、今でもはっきり覚えてるよ。最後の最後までそれは大変な裁判ばっかり。とまあこんな感じでさ、宿命のライバルだよね。迷いちゃん、その名前は口にしないで。なーに、もうどうしたの？なるほどくん。ごめん、迷いちゃんは知らなかったかもしれないね。何？あいつはもういないんだよ、どこにも。ちょっと待ってよ、それってどういう開廷時間です。法廷入ってください。行こう、今はそんな話をしている時じゃない。なるほどくん、どういうこと？匂わせちゃったね。匂ってるプンプンだよ。あ、今いちいちだな。あ、なんかいる。これよりあやさと迷いの法廷を改定します。警察側、弁護側とも準備の方はよろしいですかな。お姉さんだ。なんだこの女の子は。こら、準備はできてるのですか、なるほどくん。すいません、なんで僕ばっかり怒るんだよ。なるほど、龍一。私が女なので驚いている。そんなところね。ってことはやっぱりこの子がカルマケンジの？私の名はカルマメイ。天才ケンジよ。天才だ。はあ。私がアメリカの検事局を捨ててこの国へ来た理由はただ一つ。あ、復讐よ。こっち持ってる。復讐？父親、カルマゴーのことか。あの、個人的なことならば後ほどゆっくりと。発言中よ。無知使うな。邪魔するとこの無知が物を言うの。許されるんだ。無知じゃなくて口で物を言ってくれ。私は必ずあなたを倒す。覚悟することね。なるほど、龍一。やばいやつ出てきちゃった。ではカルマケンジ、冒頭弁論お願いします。カルマの血を引く者は一つの宿命を追っている。それはすなわち完璧な立証。被告人、あやさと迷いに罪を逃れる道はないと宣言するわ。
ああ、わかりました。ところで弁護人、はい、弁護側の主張ですが完全無罪ということでいいのですか？ええ。バカほどバカゆえにバカな夢を見るもの。今から10分以内、弁護人は意見を変えざるを得なくなる。そう、正当防衛という逃げ道にね。正当防衛。命が危険にさらされた時、自衛のために相手を死なせること、確かにその方が証明しやすいけど、弁護側はあくまでも完全無罪を主張します。正当防衛は殺したと認めてしまうわけだからな。愚かな。じゃあ最初の証人を呼ぶわ。なるほど、リュウチ、親父と違って息がいいな。若いに同じ意見証人、名前と職業は？ああ、名前は糸のこぎり圭介、所轄署の、刑事っす。そんなことはどうでもよろしい。さっさと事件の説明をなさい。了解っす。では現場の正面図を見てもらうっす。対面の間には窓がなく、扉には鍵がかかってたっす。事件が起こった時、部屋の中には被害者と被告しかいなかったっす。二人はそこで何をしていたんですか？はあ、そのちょっと霊媒をっすね。霊媒。裁判長、うさんくさそうな顔してるな。とにかく霊媒が始まって数分後、部屋の中から銃声がしたっす。ドアをぶっ壊して数名の証人が部屋に踏み込むと、被害者はすでに亡くなった。被害者はすでに亡くなっていたと。おじいちゃん、これ以上ないぐらい明白な事件ですな。さあ、というわけでね、上面図の見取り図でございます。それで被害者はどうやって殺害されたのですか？それが少々込み入ってるっす。さっさとそれを証言なさい。さあ、というわけで被害者の死因について、直接の死因はこみかみに打ち込まれたピストルの弾丸っす。弾丸はかなり至近距離から撃たれているっす。ただ被害者は撃たれる前に胸を刺されてるっす。傷はかなりひどかったっすが、即死には至らなかったっす。犯人はとどめを刺すためにピストルを使ったっす。ふん、ピストルで撃たれる前に刺されているんですか。これが被害者の解剖記録っす。さあ、胸を刺された後至近距離からこめかみをピストルで撃たれているという解剖記録、受理します。では弁護人、尋問。さあ、ここに関してなんですが、とってもシンプルです。全部揺さぶります。全部にフラグが立ってます。というわけで、直線の死因はこめかみに仕込まれたピストルの弾丸。凶器のピストルは誰のものだったんですか？被害者桐崎医師のものだったっす。被害者、なぜそんなものを？なぜピストルを持っていたか、そんなことどうでもよろしい。それより、そのピストルに付着していた指紋、そちらに注目してくれるかしら。というか注目しなさい。指紋ですか？もしかしてピストルのグリップには被害者の指紋と一緒に綾里と迷いの指紋が残されてたっす。凶器のピストルに被告の指紋ですか。しまった、罠だったか。さあ、で、弾丸はかなり至近距離から撃たれてる。至近距離ってどのくらいですか？30から50センチメートルぐらいっすね。どうしてそんなことがわかるんですか？やれやれ、なるほど、龍一、バカな国のバカのバカさ加減にはうんざりするわね。なんだと？焦げ跡。至近距離で弾丸を打ち込まれると、弾痕の周りに焦げ跡がつく。弾丸は火薬の爆発で熱くなるっすから、被害者のこめかみははっきり焦げてたっす。は、初めて聞いたな。さあ、被害者は撃たれる前に胸を刺されている。刺された、その凶器はどんなものですか？この果物ナイフっす。そのナイフはどうなったの？
どうやら綾里家のものらしいっす。もちろん綾里と真由の指紋がべっとりっす。はあ、べっとりなあ、不利だな。どうしたの？なるほど、龍一。全部フルネームで言ってくる。さあ、即死には至らなかった。ナイフでは死んでないんだね。どのぐらいの傷だったんですか？あと1センチ右ならば心臓ぐさりっす。とても反撃なんて無理っす。きっと立ってられなかったっす。完全に殺意を持って刺してるな。犯人はとどめを刺すためにピストルを使った。ピストルより刺された方が先、間違いありませんか？間違いないっす。傷を調べればそれぐらいはすぐにわかるっす。バカはバカのバカげた意見をありがたく聞くものみたいね。ただバカ。そもそもこめかみを至近距離で撃たれれば即死。ナイフとピストルどちらが先か考えるまでもない。というかもう少し考えなさい。なるほど龍一。ムカつくな。そこまで。殺害された方法についてはこれではっきりしました。2つの凶器を証拠として提出するっす。わかりました、受理しましょう。さあ、ピストル、凶器で桐崎医師のもの2発発砲されていて、迷いと桐崎の指紋が付着。そしてナイフに関しては綾里家のもので迷いの指紋のみが付着している。死亡推定時刻は6月19日の午後3時15分。証人たちが2発の銃声を聞いた時刻に間違いないわ。そして2つの凶器に被告人の指紋ですか。ああ、まさに完璧ですな。当然。まずい。事件がシンプルなだけにつける隙が全くない。裁判長、遠慮なくそのハンマーを叩いていいわ。もう議論の余地はないものね。確かにそうですね、弁護人。あ、はい。これでもまだあなたは完全無罪を主張するのですか？正直なところそれでは勝ち目がないと思いますがね。予言は当たったようね。なるほど龍一。10分以内にあなたは意見を変えざるを得なくなる。どうしますか弁護人。正当防衛に主張を変えるなら今ならば聞き入れましょう。これが最後のチャンスです。この決断は大きい。よく考えるな。これね、極論どっちでもいいんですよ。どっちでも進みますが、もちろんながらですね、完全無罪を主張していきましょう。正当防衛を主張するということはつまり殺害を事実として認めてしまうことになる。迷いちゃんはこれからの一生を殺人者として生きることに。そんなことできるわけがない。裁判長、決断しましたか弁護人。弁護側の主張は変わりません。完全無罪以外にありえない。今この瞬間勝負は決した。刑事は、はあ。最後の証言をとどめを刺すの。了解っす。ああ、ちょっと進行役はこの私が。あい、やっぱりいいです。最後の証言をしてください。綾里と迷いの有罪を立証するもう一つの証拠について。さあ、というわけで随分ね、なんかいたたまれない顔をしております糸の子刑事でございます。何の話でしょう。残念ながらさらに強力な証拠があるっす。被告が現場で着ていた装束を見てほしいっす。見ての通り血痕が付着してるっす。被告は明らかに無抵抗の被害者を殺害したっす。これですか。確かに返り血がついていますね。綾里と迷いが犯行に関わってる証拠っす。わかりました、受理しましょう。さあ、事件現場で迷いが着ていた装束、血痕が付着している。いかがですか弁護人。指紋のついた2つの凶器に血まみれの装束、これ以上最悪の状況がありえるか。言葉もないみたいね。検察側の証言はこれが最後のはずよ。せいぜいあがくことね。なるほど龍一。頼むからフルネームで呼ぶのやめてくれ。
確かに全部龍一って全部アタック中さあというところでございましてね、装束ね、見ての通り血痕が付着している、確かにそれは事実でございましたね。このね、装束が、まあ、要は事件現場で迷いが着ていた装束、血痕が付着していると書いてありましたが、見ての通り血痕が付着している、ね、ちょっとこれ揺さぶっていきましょうか。その装束についてる血は化学分析の結果被害者のものであると断定されてるっす。はあ、被告の装束に被害者の血がね。これもかなり不利だぞ。あの、他に何か手がかりになるようなものは？ああ、そうっすね。変わったことがあるならとっくに証言している。時間の無駄、次行きなさい。カルマ検事は完璧主義ですからね。くそ、裁判長も検事の味方か。下手に食い下がるのも危険だけど、どうする。さらに追求していきましょう。カルマ検事、今までほとんど口を挟まなかった。ここで突然の異議あり、何かあるのかもしれない。この装束、何か手がかりはないのか。よく見るんだ。なるほど、くん、その装束を穴の開くほど見つめても仕方ありません。くそ、時間切れか。この装束には問題がある、ね、オッケー。お、気がする。裁判長、この証拠品には大きな問題があります。なんですって。どういうことっす。一体何が問題だというのですか。何でしょう。どうやら目の前に突きつけてやる必要があるな。やったってくださいよ。この装束がはらんでる問題点とは。やったってくださいよ。タルさん、どこよ。あの穴かな。これ、はい。お、じゃあこれね。はい、どうしよう、ただの虫食いだったら。この装束のたもとを見てください。たもと、お、小さな穴が開いています。あ、穴っすか。報告書には書いてなかったっす。待ってください。この穴の周り、かすかに火薬の匂いがします。か、火薬、聞いてないっす。火薬の匂いがする穴、どうやら見つけたぞ、奴らの穴を。当然それは弾丸によるもの、弾痕と考えるべきです。静粛に、これは重大なことです。どうやら法廷記録に情報を加えた方がいいですね。さあ、迷いが来ていた装束、詳細で内容を見ることができる。進まねっす、我々の見落としです。カルマのやつ笑ってる。もしかして知ってたのか。胸を張りなさい、刑事。そんな些細な穴、証拠の持つ力は変わらない。証言を続けて。今のは矛盾ではないわ。バカな、こんな大きな見落としを。確かにこれは警察のミスです。しかしカルマ検事の言うように、この証拠の発言力は変わりません。もっと決定的な矛盾でもない限りは。そんな。証人、証言を続けてください。なあ。さあ、しかしながら、改めてではございますが、装束の情報は変わったとね。で、穴が開いている。じゃあ確認なんですけど、この装束を着てた、霊媒をやってミミちゃんが入った霧崎医師のことを撃ったとした時に、どこで穴が開くんですかね。そう考えた時に、被告は明らかに無抵抗の被害者を殺害した。じゃあこの穴って開かないですよね。無抵抗ならば、すなわち糸のこぎり刑事。なんすか。フルネームで呼ばれるとなんかちょっと不気味っす。無抵抗な被害者を殺害した、そう証言しましたね。あ、そうっす。じゃあ警察が見落としたこの弾痕はどうなるんですか。どういうことっすか。いいですか。弾痕があるということは被害者は発砲したわけです。
これのどこが無抵抗の被害者なんですか。やられたっす。確かにその通りです。被告に向かって発砲したとなると状況は変わってきますね。やったぞ、これで風向きが。なんだ、あのご苦労様と言わんばかりのため息は。ご苦労様、あ、なるほど、龍一。どういうことですか、カルマ検事。どうやら、あやさと迷いは被害者に撃たれたみたいね。それなら、正当防衛が成立するかもしれない。その通りです。でも、覚えてるでしょ？そこの弁護士ははっきり言った。正当防衛ではなく、完全無罪を主張するって。